皆さんこんにちは、田中さいなです。アリスです。今日はですね、コンビニでおつまみを買う。じゃあ今日はよくあるおつまみを3つ買ってきましたね。おつまみねおつまみを、はい、避けていただきたい。なので唐揚げもいいのはいいんですけど、すごいね、あの鳩来たんですよ。もう唐揚げ開けた途端でしょ、ね、ハトがね。ハトね、めっちゃ今ね、めっちゃここに飛んでる。狙われてますね。みんな大好き唐揚げってことですね。唐揚げ同族やからね。鶏肉やで、ね、自分が気づいてない方々です。はい、まあ、唐揚げもいいんですけれども、唐揚げ安泰だと思います。あ、うん、そうですよね。あの時と場合によってとかね、うんうん、なんか。何時かな、なんかまあ夜遅くなるんやったらもうずっと塩に行こうとか、お昼間